山広のピカイチラジオ、えー。ゴールデンウィークも、まあ、ほぼほぼ終わりまして。はいえー、今日は5月の6日でございますけど、はい、金曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。はい、こんばんは、山広です。こんばんは、吉本新喜劇のすっちーです。こんばんは、アナウンサーの古川恵子です。まあ、ゴールデンウィークほぼなしですね、皆さんね。そうですね。そうですね。一、はい、日だけ。お。四日の水曜日だけ。 休みまして。それは何？その定休定休じゃなくて何ていうの？水曜日はあの決まった番組がないので、祝日は休もうかなと思って。はい。週休とは別にね。別に。ああ、どっか行ったの？ええ、名古屋の夫の実家に。ああ、えいな。偉いでしょ？金婚式でね。ええ。50年。はい。まあ結婚記念日は2月とからしいんですけど、集まってなかったんで、この機会に。お祝い。お祝い。ああ、いいやんか。 まあ、恵子さん。といや、今回はそんなこともなく。はい。泊まると、いろいろややこしいと思ったんで、初めて。実家に行ったのに、ホテルに泊まるっていうのをやってみました。もう、それがいい。これがお互い、これが楽だということ。にお互い気遣うんです。なるほどね。二三でいい。もう、気遣うとってください。もう楽しましょうと。お互いしましょうと。これが、だからね、嫁の実家やったら。まあ、家に泊まることは結構多いかもしれへんけど。はい。 旦那さんのやっぱりな分かるわ。そうですか、まあじゃあそうやって親孝行して帰ってまいりました。スッチは仕事付けでございますね。そうだったでしょうね。まあでもね、あの営業が多いんでね、うん割とゆったりとしたなうんまあでもあの移動がね結構あの四国に行ったりするので、こないだも徳島。 行っったんですけどやっぱりも移動がな大変なゴールドウィーク<ー>、うん、で一応その営業の稽古っていうのは事前にもやるんですけど、うん、舞台稽古もやっぱりそのね会館を借りてやるわけですから、うん、やっとかんとダメじゃないですか当日の朝やるんですよ。お客さん入る前に、はい で徳島行く時ももう11時半からやろう言うてんのに11時半に着かないんですよあまあ混んででしょ、はい、うしょうがないよね、はい、でもうバタバタと着いてもうこれ稽古かあいうぐらいわあはしょってあれいや本番は何時なの本番はねまあでも本番は12時半から漫才がさっきあるんでですねはあ、はあ、でその後なのでゆったりしてるんですけどお客さんが入っちゃうと、うん もう舞台でできないのでできききななない、はいい音の合わせのもあるのでうもうネタはしょってもうババパいこうみたいなプロやなもう確認作業というかだってほらいつもやってる NGK やったら、うん、その辺はもう勝手知ったるところやけど初めてのところってね。うん、はい そううんです帰りのバスもまあ混んで<ー>でまあ、まあみんな疲れて寝てるんですけど、うん、寝るのやっぱそうで。うねはい大体みんな寝るんです、ね、ギャグとかけどまああのー、<laughs> 走り出しはまあやりますよ 結構ちびっ子がねわあ追いかけてきたりして「バイバイ」とか言ってくれる窓開けてちょっと答えたりとかしてんやキャキャキャ言うんですけどまあある程度渋滞しだしてみんなももうね寝てるじゃないですかずっと荻谷さんが喋ってるんですよ。 ずっとこらえてたんですけど本んまねもう,もうあとちょっとでつくうぐらいの時にもうずっと喋ってますねって言っちゃってそれで終わっとけえのに、うん、みんな疲れてるんですよって僕言ってしまって <laughs> 言っちゃったはい。し<ー>下だなと思いましたねその時の帯谷さんの反応は、うん、しばらく静かになりましたけどその後もっぺん喋り出しました <laughs> やっぱり我慢できへん、はい いるよね、喋る人って。はあ。なんとなく、なんとなく、社内の空気を見て。あ、俺ずっと喋って、てみんな寝てるなってなったら、ちょっとね。あの収まるもんなんですけど。ずっと喋ってた。相槌とか、売ったりするんです。若手の女の子がずっとね、聞き役。 ところがだんだんん若手の女の子も乗ってきてちょっと喋りだしてそれにもだんだんイライラしてきて「あかんな器ちっちゃいな」というかね「言わんでええがなみんな疲れてるんですよ」って言うたけど別にみんなはそんな思ってないかもしれんのに自分のその「うるさいな」っていうのにみんなを巻き込んでしまったなという出ちゃったわけね申し訳なさね。僕疲れてるんですやったらまあ僕だけでね言えやええのに。 みん,みんなっていうなんか代表して言いましたみたいなのがこれがずるいなと思ってちょっと自分の中で自己嫌悪があったりとか <laughs> それ疲れてる大先輩にねあかんな思いましたあそんな疲れたスッチーのためにえ今日も蘭ちゃんがパンを用意してくれてますがなんと今日はいつも3つ用意してくれてるところを4つ 四つですよねしかもそのうちの四つのうちの一つは四個入りですからもう厳密に言うともう七個ですよねパンの数で言うとね7つあるやん一袋に四つ入ってるやつもあるのでその4つは同じ味ですけどね塩パンやん塩パンまあそんなん出てるんですねブームやからね今塩パンそうなんですかフランス産ロレーヌ岩塩を使用した塩パンですでもちょっとあれ うん、こうやって甘くはないですよね塩パンは甘くはないですねいわゆるプレーンな感じですよねなんかお食事の時やったらいいのかなと思うんですけどちょっとでも塩パンは進むのよ結構進むとは思うんですけどその横にチョコクリームの二色パンもあるんですねどっちかというとそっちに惹かれてるね甘い方ね甘い方その隣がトカチさチーズの焼きチーズロール焼きチーズロール知らんなそれは 想像つかないですね味に。ハットミロールケーキですけどね。チーズなんですね。チーズか。で、僕がちょっと気になってんのが何？濃厚練乳フランスサンドですね。あ、もうそれするやん。絶対それするやん。もうなんだそれしか見てへんや今。はい。手伸びた。はい。しっとり柔らかってないと。最初から決めて。 しかもこのフランスパンだけどしっとりソフトなフランスパンっていうのがいいですよねあんまり硬そうじゃないですね硬すぎずねであの適度なあの歯ごたえというかねうんと最後はい食べたら食べます練乳なはいこれいいんですかこれいやいいですそんなんいいですよビニールの音カシャ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 それはもうベーグルのような形をしたそうですねパンですねいただきますさあどうでしょううんうん 正解正解もう一口目でよくその手のパンはあの一口目端の方には練乳が行き渡ってなかったりしますけれどまああの一口まあまあ大きめにいったんですけどあのギリ前歯のところに練乳がサッとかすめる感じやったんですけどそれでも十分な甘みがあるうわああ二口目いった二口目結構練乳きましたよきっとねうまっ んちゃ正解やこれよかったよかったやうんですごいしっとり柔らかうん最高やそれをもし最高の練乳パンをチョイスせへんかったらランちゃん食べたかったんちゃうかマジっすかそうなんですかいつもこれ食べるなよっていうのがあるんですかこんなもうおかんかったやんいやでもこれは美味しいあよかった最高また後でゆっくり食べようちぎってもうた分だけはこれは食べるんう ただ、食べながらちょっと聞いてもらっていいですかね。はい、もうがっかりする。まあ笑い話なんですけどね。がっかりうん。食べ物で言うとちょっとがっかりというか、もうあのー、いう話がありましてですね。うんえー、よく僕が行く。この近くの整骨院行くと必ずなんかくれるんですよ。食べ物を食べ物。ほほほ時には。 田舎から送ってくれた米とか。米。もうだから、その場で食べれないもんですよ。そう、そうそうそうです。めっちゃうまいね、その米が。あの、有機農法で、まあ、ほぼほぼ無農薬で作りましたっていうような。美味しいし、ある時は、あの、欲しいもんをくれた。ああ、いいですね。なんか、こう、愛情を感じるんですよね。この間ね。そういう、なんか、前もって、用意してる置くものがなかったんで、っていうので、近くの。 イタタリア料理店、うんまあ、パスタ屋さんなんなですけど、うん、そこの、えー、店で食べるのはパスタとかそういうもんなんですけど、うん、テイクアウトできるちょっとしたあの食べ物が<う>多分自家製なんですよ、はい、お店が作って、はい、くれたんです、はい、わ僕も好きなお店やから「うん、えー、いいんですか?」ってもらって、うん、パッて見たら一個は小さい丸いチョコレートケーキ。 これがねしっとりとねもうほんまチョコ100%いわゆるなんとかショコラっていう感じの包丁で切って小さな三角形にするんやけどもちょっとずつ食べたいぐらいの美味しいやつ。もう一個がウインナーのような形をした横長のもので白い袋に包まれてたんですね。袋なんていうやろあの ちょっとつるつるの紙ちょっと透明なのか白なの紙みたいなあ<ー><の>なんとなくわかりますわそれで包んだ、うん、長さで言うとらどうでしょうね十センチ強ぐらい、うん、で、えー、直径が二点五センチぐらいの円柱形というかでその白い紙に包んだ上に網で白の網でさらにまだこうくるんであるんです白の網網,網よくもう売,売られてる お惣菜屋さんとかに行ったらハムとかそういったものにかぶしてるようなやつなんですよ。ハムにかる白の網っていうかか紐なんやけど紐で編んだやつをくるんであるどう見てもサラミなんですよ形がそうでしょうイタリア料理店の自家製サラミやとほらもううしいなテンションめっちゃ上がって。 それで家に帰ってちょっとワインを買おうとでコンビニにも今ワインたくさん売ってるところあるんでそこでワインのサラミやからちょっと白のこれ奮発してと思ってサラミを軸にこれに合うのはワインどれだろうと肉料理とか書いてるんですよね赤が定番やけどもサラミぐらいやしと思ってあとチーズとワインを買って白ワインをで他にも当てようと思ってパッて見たいんコンビニで。 あかんわサラミがあるからもうこれ以上当て増やしてもあかんやんと思って家に帰りましたでワインを抜いてそのチーズを出してさらにでサラミを今度は開けてと思ってその白の網目のやつをパッと取ってで紙もこうバーッてほどいた瞬間チョコやってうわっ両方チョコだったんだねチョコかい言うたでしょ 言うたよ <laughs> 言うよそんなもんこれがね <laughs> ナッツとレーズンが入ったこれまた濃厚チョコしいですよねしいしいねんけどね、うん、こっちはサラミの口になってるやん、ね、<laughs> でサラミとワインでって思い描いちったのがグワー崩れてう<わ>もチーズとそのチョコをまあちょっとつまみながらワインなんでな、うん <laughs> <laughs> 次の日、はい、よくそこにあのランチでパスタ食べに行くので行きまして、はいはい、で行って物、うん、のの静かなオーナーシェフ男の人年、はい、の頃なら40代前半、はい、といつもあの関係は知らんけども若い女の子がこう店をこうサービスでやってくるその二人でやってるんですけど、はいはい「いらっしゃいませ!」とかって,て「いらっしゃいませちゃうで」と<え>。な <laughs> そう置いてあんね同じもんが、はいはい、これっていうのがねこれなこ <laughs> れほれそこのほら生活水の院長先生がくれたかな、はいはい、言うた瞬間にそのオーナーシェフが似合っては <laughs> <laughs> あ開けましたねっ <laughs> 開けたよ、はい、サラミちゃうやんえサラミって書いてませんからね <laughs> <laughs> あ <laughs> もうほんならちょっとそういう風うに思わせる思わせる作戦やったんやん <laughs> あー

ようできてるな面白いなやけど完全にも第一印象で突っ走ってもうたからねそうこっちの思い込みで完全にいやまあそういう人巻き込んでなくてよかったですよね自分一人でサラミもうたからえーサラミ入ったんやったワインも凍ってくるか言うてたらバーカッパチですわ引っ込みつかんでしょまあでもそこうまいねはあでもチョコもうまいもうパスタはまあとにかくうまい それで夜でもたまに行ったりするんですよ、はい、まあそこはもう俺100%大好きなイタリア料理店だから、うん、許せんねんけどねそう間違ってたチョコもね、うん、完璧やね <laughs> 美味しいでしょうね、うん、だ今度サラミ作ってサラミは売ってないんですか売ってないと思いますね今度荒れちゃいます<あ>チョコ屋持って凍ったらサラミみたいな <laughs> いたチョコ屋持って開けたら、うん なんかそういいううことしそやなあつせにコーヒーかなんかこうってさあチョコ食べよう思ったら「サラミかい!」頭ん中分からんわでしたよでその次の次の日にこ度休みやって日曜日かなちょっと用事をしまして奈良市内奈良市内ですね用事をしましてお腹空すいたなお昼ごはん食べようかな時間12時半ごろやってはい。 この辺ってあんまり知らんけどとにかく今中華の気分やなと中華食べたいと最近便利ですねスマホなんかでエリアこのエリアの美味しい中華料理店ってペンってやったら何店舗か出てくるんですよねパパパッとねあの富世っていう駅が近鉄奈良線にありましたねありますあります奈良市内で僕その界隈ってあんまり店知らんので役に立ったんですよいきなり役に立った台湾料理って書いてるんですよ その名前店の名前と連絡先書いてるだけやったんやけど、はい、もうあよかったとこ近いわと思って、はい、でもう何も考えんと電話したんですよ。はい、でプルル,ルルルって男の人がパッって「はい」って「何々です」って店の名前を言ったんです、はい、ああのすいませんこの時間なんですけど、えっと、2人嫁さんと二人やったから「二、はい、人予約できますかね」って,って、うん、あああの小籠包は食べる」なり <laughs> 小籠包あるんですか小籠包って」 もも食食べべまますすか、うん、えっとちょっとあの,そ,のそれ以外のメニューとかの金屋もあるんで <laughs> とにかくあの2人ですけど大丈夫なんですか?」大丈夫大丈夫っ,って<う>じ「じゃあとにかく小籠包2人前」なので、うんうん、でナビで見たらもう車で10分ぐらいなんですよ「うん、あ近いわ」と思って「10分ぐらいでいきます」って言って、はい、したら「何年?」その ナビににこここや言ってるとろ店が。うん、で駐車場もなさそうやし、うん、100円パーキング入れて、はい、これで探して探してしたらほっと見たところになんか店がのちっちゃいビルの角にあるお弁当専門店みたいな感じのでもその店の名前やねんそこは、はいうん、あれって。でお弁当を受け渡しするようなちっちゃい窓があって。はい で角をぐるっと回ったところに、はい、あのすぐお店って厨房の口の口いうか口みたいなうなよ扉ねちっちゃい扉があんねんけど、はい、それ一個だけあるの、はい、あれちょっと待って入り口がないやん、はい、入り口ないのにこうどうすんのと思って、はい、でちっちゃい窓見よう思うねんだけどその窓が結構高いところになったらなんかのぞけないんですよ、うん、でしゃあないなっこの勝手口のところを開けて聞いてみようかなっパッて勝手口開けたら、うん、もうすぐ1メートル先は。 壁みたほらやっぱ厨房やんと思って「すいませんあの電話で今はいはいはいこっちから入って」ってそこでよかったんですよかったんやそこが出入り口やねんほいでパッと入ろうと思ってんけどもうすぐコンロがあったりなんかしてる店全体の大きさがそうやな4畳半一晩ぐらいちょっとそれを縦長にしたような店でしかもその半分以上は厨房なんですよ どって言ったら「あそこ」って指さされたのが扉を開けて中に一方入って左を向いたら壁なんですけど壁に向かって2 5ンチぐらいの作り付けのテーブルが横長にピュッとあってそこにちっちゃい椅子がポンポンって二席だけあんねん。はああこれここって言ったら「うんそこ!」とか言って台湾の人やねんけどほんなら「おおんか俺こんな店好きやけどな」とか思いながら。 でもお前ノーゲストやったってことやんかそうですっ、ね、て、ね、嫁はんに言いながら「はい、これ大丈夫か?こう」っ、はい、でメニューとかみたいろいろ書いてんねんけど、はい、弁当の箱とかにいろいろ弁っておかず詰めたやつとかいっぱいあって。はい ここで弁当を食べるんかとはあはあは小小どうする,どうする <laughs> 小論はね奥の方でこうバッとこう慌ただしく作業しながら「うん、小籠包今蒸し始まってるから」って「うん、もうあと5分10分すぐでできるからね」ってことで、うん、分かりました」ってほんでメニューは弁当だけですかって「いや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 」ってパッと出てきたらめっちゃ種類あんねん。 ご飯の量がでもう見たこともないような麺料理見たこともないようなご飯系一品料理なんかこれは当たりやなっていう感覚があってで選んでたらすぐに小籠包がパッと出てきてつまり小籠包は待たせたらあかんっていう感覚でそれをまず頼むかどうかでね麺を一種類。 でご飯系を一種類、それから豚足、豚足をあれ普通茹でた豚足ってあの市場とかで売ってるんやけど、それをさらに切って炒めたやつに塩だれをつけて食べる豚足、その時だけ手袋出てくんね透明使い捨てのはいこれ二人つけた本格的ですやん。で一つの料理が三百とか四百とか五百とかそんなめっちゃ安いね。でもう 小籠包はもちろんそうやけど、全部めっちゃうまいね。はい。なんか台北の、あの夜屋台がいっぱいあるな。はい。なんかよい。よよいち。はい。あれじゃないですか。はい。まるでその味じゃない。え、すごい。もうちょっと店の名前言うと、なんか一回だけ取材受けてんけど。はい。 なんせ2席しかないから店が大変なことになってって言われたんでそれ以降は断ってるねんってだから興味ある人はもう富山まで行って探して検索して検索して行ってくれたらいいと思うんですけど「すごく価値ありです」席、二2席その代わりだから電話で確認して行ってほしいねんけど。 食べおい美味しいなーって言いながら店主か,からしたら僕ら背中しか見えないんですよ「お、はい、うん、美味しい」とか食べる食べながら「これもおいしい」とかありがとうございます」とか言って<ぁ>40代半ばぐらいかな、うん、まあ真面目そうな台湾の人やねん<ぁ>あ,ありがとうございます」って言って「あー美味しかったです」ごちそうさんでした」「じゃあお会いさせてください」って振り返ったら「うん、あっあんた!」とかって言われて。 やっぱりそうかと思って、うん、いや最初店に入ってきてパッと顔見た時に、あのー、テレビ出てる人だなと思ったけども。うん 座りながら食べてるの見たらテレビで見るより毛が多いし <laughs> 後ろ見てるから、ね、後ろ姿で<ー>後ろ姿あんまりテレビでお見せすることないんで,で、ね、まあまああるやんセットの裏見たみたいな感じ <laughs> そうそうそうなんか恥ずかしい気持ちになってさ大笑いして<ー>これはねいいとこ見つけたなっていう,う普段はお弁当を お弁当もえっと注文したらやってくれる、うん、でそれはもう常連さんになったら多分あのおかずとあのおかずと入れてってオーダーできるだと思うんですよ。うん、でそれ以外はその2席が空いてたら2席だしえーオーナーさん曰くまく席は2つだけれどもあの今日みたいな暑い日はもうあの料理ができたらみんなおそ皿を持って外に出て座って食べたら。 えっと三人四人五人食べられるいやそれ道やない,<ー> <laughs> いや別にテーブル置いてあるわけじゃないですでもないです外はもう普通の道なんですけどすごいな宴石、えー、かなんかに座って食べるとか <laughs> もうそういう感覚<ー>いや珍しいですよね珍しいですよねのの感じ日本でねうんそういうのを味わえるっていうのはいやすごい良い,いとこ見つけましたね、えー、もうぜひまたリピーターになっていこうかなというふうに思ってるんですけどそう なかなかないですよそういう経験ってうん。行ってまいりましたもう,もう台湾行く必要ないそこ <laughs> で十分台湾気分もう本場、ま、でなんか料理味は日本風にしてるんですかっていやもうこれ完全に台湾と同じ味付けにあえてしてますでもその値段でその席数でよく成り立ってますねそうですねメニューもそんだけ準備してねうん。めっちゃ安かったですよ さんざん食べてもうまあ飲むことはなかったですけどね、うん、車やったからでも2人で2,000いくらやったらね腹いっぱいになって店の雰囲気がちょっと変わってていいじゃないですかそう,そうそうそう,そうまあテレビやったらこんな感じって言ってお店できるんですけどちっちゃい人生がとにかくちっちゃいでもたくましい。は<ー>うん、だってて人が食べてるのに まあ注文したこっちもあれやねんけども置くとこないやんっていう,うな感じやけどはいこれも食べてあれも食べて、はい、すごかったですかねへえ<ー>ちょっと気になるな、うん、ちょっと深夜のドラマみたいですよねなんかそうやね <laughs> そういうのは設定ありそうですねありそうでしょう、はい、僕あのあれ好きなんよ「孤独のグルメ」っていう番組がテレビ東京でやってるのに、はい、ねもう行き当たりばったりでなんとなくこの店ってええー 入ったら結構まあ当たりなとまあ当たりやからチョイスされてんだけどそういう推薦したいようなお店うん店構えはそんなんやけどしっかりした台湾料理を食わせるお店があった,あった奈良にあったぜひまた行ってください、はいはい、いや僕まずそこもまた残念なんかな思ってしまってね残念話だと思ってちょっと思い出ましたああそうかそうか、はい、あこれ残念やと思ったらえこそれはあの 喜びに変わった。うまいんかい。うまい。うまい。プラスマイナス、今週はゼロ。おお。サラミと。サラミと。台湾のね。ええ。すみません。私の体験話。はい。え今日も各コーナーございます。怒りの投稿、街中モンスターハンターでは、皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしております。そして、山本社交クラブ。先週の。 ハワイおよびカリフォルニアハワイは反響大きかったですれはすごいわ周りの人もあれすごかったね見てきのポルノが違うあのポルノ話を毎日放送の中歩いててもねロークのところで呼び止められてあれはすごかったですね言われましたね今日も言われましたね言われましたはい。 まそれを上回るものもしくはものすごくピュアなまた中学生高校生の皆さん、はい、もうどんなお話でも結構です皆さんの恋愛の話を教えてください、はい、そしてピカイチ価値観調査これどやねんではリスナーの皆さんがこれどやねんと思うことをお寄せください私たち3人がそれをどう思うか札を上げさせていただきますメッセージをご紹介した方には何でもちらちら映せる大人の黒いハンドミラーをお送りいたします宛先はメールの方はや yama.mbs1179.com y a m a m b s 1 1 7 9 c o m ファックスは大阪066809-9090大阪066809-9090です。 番組の公式ツイッターアットマーク山一1 7 9そして公式フェイスブックも見てみてください皆さんのメッセージお待ちしております怒りの投稿街中モンスターハンター モンスターペアレントにモンスターペイシェント、さらにはモンスターおばちゃんまで。現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没しています。そこで、皆さんが街中で目撃した。腹立たしい行動を取るモンスターたちを報告していただきます。和歌山市のあずきさんが見つけたモンスターです。はい、まあまあ、コーヒーの値段がお高い喫茶店に行きました。うん、椅子も豪華です。うん、友達がテーブルにお水をこぼしました。うん ウェイトレスのおばさんがはいどうぞとおしぼりを置いていきました、うん、わてらが吹くんかい水をこぼしたのはわてらですが <laughs> 高いコーヒー店なんやからお洋服は大丈夫ですか言って拭いてくれるかと思ったわてらは甘かったんでしょうかわてら <laughs> わてらわてら,わてらな自分でこぼしてますからね自分でこぼせるだけんなんしかもまあ水ですしねうん でもそんな高いの？いくらぐらいかな？コーヒーで高いと言われたらいくらですか？え？それはまあ基本的には五百円超えたら高いよね。そうですね。もうホテルなんかったらもっと高い。千円二千円ありますね。なんでそんな高いあるんですか？あるある。千円二千円のコーヒー、うんホテルでねあるよ。はあ。あれっておかわりもおん。 まあそこの値段取るならだいたい言えば持ってきてくれますね。はあ、ううね次足してくれますか、ね、らチャポチャポなるまで飲むわそうですよね <laughs> もっと取ろうと思ってねでも普通のお店やったらまあ500円以上が高いそうですね基本のこうブレンドとかは450円止まりですねそうやな,なんかちょっとブルーマウンテンとか言い出すと600円ぐらいかなあれはやっぱり豆の値段なの豆の値段だと思ってますけどねどうなんでしょうね。う でも店の雰囲気というかホテルなんかもそういうね完全にね水ねこぼした時にわって拭いてくれたらせめて拭いてくれたらいいけどねパパッとね乾いた布巾とか持ってきてパパッとねおしぼりでしょみんなが服をおしぼりボンと置いていきはったんですよあそういうことか。そそれれははちょっとね 350円ぐらいの決済やったらまあな。そうですね。はい。ちょっと物足りん。だいだい拭きを持ってきてほしから。っていうことです。ねあれね、たまにあのちょっと拭いてもらえますって言った時に、拭くんやけど絞り切ってない。はい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 。水の跡がこうシャーっとね。嫌なことな。嫌ですね。そういうとかだいたいその付近が匂ってますね。うわあ、もう伸ばしてるだけね。そう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 。 よねでももう料理も期待できないよねそこにね出ますねまああづきさん今度からはもうちょっと安いそうですねコーヒーにしよう多分そのワテらワテら言うてるだけあってやっぱりその多分もう入った時点で落ち着かんなってなってたと思いますねいつものねいつも行くような味噌とちょっとちゃうって俺でも思うもんね

そのあたりがね、そのあたりもひっくるめて、ひっくるめての。値段設定も含めて、あずきさん、そういうところに行きましょう。ナポリタンとか美味しかった。ああ、いいですね。いいですね。ナポリタンいいな。あの、あれ。 鉄の鉄板ね焼いてねちょっとした焦げてんねい。だからできるだけ早くかき混ぜてねチーズもちょっと溶かしてねパルメザンチーズチーズ粉チーズね枚方市のかないませんさんが見つけたモンスターです今日主人の母から宅配で荷物が届きましたその中に おじいちゃんが知り合いからいただいたので食べましたが口に合わずおいしくありませんでした <laughs> あなたの口にはきっと合うと思いますので送ります食べてくださいとありました、うん、<laughs> お母さんが食べてまずかったものを私が食べておいしいと感じるとは思えないのですがすこういう時もお礼のメールは欠かせません、うん、いつもいろいろとお気遣いいただきましてありがとうございますとメールを返しました<ー>お気持ちは嬉しいのですが、うん 先日も車に乗っている時にその義母からあなた長生きするわよマイペースだからと言われました、うん、私も言わせていただけるのでしたらお母さんほどではありませんと言い返したいですが言えません、うんうん、言えてないんやな年を重ね衰えることを知らないお母さん、うん、次は何を言われるのやらもう勘弁してください大変すごいなまあ、まあ、だんだんこれね そういういって、ねはい、年取るともっとそれがひどくなってきたりもすんちゃうのよ知これね、うん、あの <laughs> まあ放送で言うのをどこまで言おうか考えながら言いますけど、はい、うちの夫の母も義母も、はい、あのパシッと何でもこういうふうに思ったことを割と口にするタイプの人なんですけど。 まあ一周カチンとくるんですけど裏がないんですよ <laughs> ははほんまにそう思ってはるから、うん、うちでは食べへんかったけどあなたとこでは食べるんじゃないって本当にそう思ってるから送ってくるっていうことがこう長年付き合ってるうちに分かってきて<ー>なので今全然その辺の<ー>別にお母さんにそれ以上の気持ちはないっていうのはストトレートなんです、ね、ほんまにそう私うちはこれ嫌いやけどあなたとこ食べるやろっていうたいただ,ただそれだけの意味なんですよ。 本来はこの金山さんの義母もそうだと思った方がいいと思いますでまあそれがこう多分積もり積もってきてんねやろねいつもこうなんでしょうねなんて返事するかねしょうがないです言うてもうしょうがないですここはうちも食べましたけど口に合わんかったんでゴミ箱捨てましたかうわもうその喧嘩ですしけんやもうそうなったら。 だからそこもうちも合いませんでしたこれちょっとね味濃いですねとかカラッと返したらいい捨てた捨てへんは言わずせやなんかその「もうよろしはこんなん送ってこんとって」的な感じに取られるとでも「よかったです」はまたこれは言うとまだそこは大事なんですよさじ加減難しいよ。 お互いいにななるべく裏を作らない人間関係っていうのは難しいね。良 <laughs> <い>かれと思って新喜、うん、劇って結構その食べたやつをくれはるんですね。 食べた途中ね「あと残りやるわ」って例えばどんな食べです出前で例えばうどんで麺あと何本か残ってんの食べとか麺あと何本か残ってんの食べるの食べとか卵かけごはんを「卵か食べ」って言われるんですよ僕は直接それないんですけどいやこれ言われた時どうしよう思ってでも皆さん今までのね 話を聞くと、はあ、もう頑張って食べたとね言うんですけど、うん、いやもう <laughs> いやほんま言うべきよなって。うんうんそれって善意で、うん、善意なんですけど。うん いやよ考えてと。人がやな。歌くいさし。うん、絶対だから、そういうのって松浦がスパンと言ってくれたやな。いや、気持ち悪いですわって。<laughs> <laughs> そんなのもん食べさし、気持ち悪いんで食べれませんわ。わああいう。松浦君に言うと欲しいわ。言うと欲しいですよね。ほんまね、<laughs> やっぱりね、流れ変えなあかん。あの、アホなふりしてってよく言うじゃないですか。<laughs> いや、ほんまのアホが言わんと、そういうのは。うん、アホなふりして、は無理やもん。 それ今の文脈で言うと本間 <laughs>、はい、のアホは松浦君になる、はい、松浦本間のアホですから <laughs>、うん、でも,もう旗で聞いてて、うん、僕らがこうスカッとすることをたまに言うてくれるからありがたいねいやなかなか言えんよねなかなか言われへん。 よかれと思って卵かけご飯を途中で、<laughs> いろんな食べさしあるけど卵かけご飯はきついですね。うん、残ったパン半分くれるんやったらそんなにね。いや例えばパン半分でもこうちぎっての半分とかんーとしていやもう歯の型ついとるやないかみたいなのはいやまあこれは言わんとダメですよね。うん、歯の型はあかん。歯の型ついてますやん。歯の型はやめて。<laughs> 何だっもう歯の肩のところを取る、うん、をちょっとそっとちぎってそっとちぎって、ね、<laughs> そうか、はい、歯の肩のついた半分のパンをこれ食べって言われて、はい、あありがとうございますって反対側からった。歯の肩つけて、ね、ありがとうございましたって返す,返す <laughs> あかんなこれあかんな自分もあかん方に行ってもらうなこれやったら でも大概そういう時こう入って、うんうん、表もいい品んのにもう最高の「ホマスすか!」って言うじゃないですか。えらい,いな。おい食べる「ホマスすかありがとうございます!」ってあれがあかんねんなあんな嘘ついてあかんわ。うん、死ぬ前に多分思い出すともう「あん時はなんであんなこと言うたんやろう」って「<laughs> ホマスすか!」やらへんがなこれはね。うん、でも環境にどのぐらい馴染ん 出るかですよ。まあ、そうですよね。ね僕も今やったらある程度言えると思うんですけど。うん、やっぱ入ってすぐは食べたやろうな。そんなところで波風立ててもと思うから、<laughs> グッとこらえてね。うん、そうですか、ありがとうございます。<laughs> 難しいですね難しいですねでもあまりにもずっと我慢するとやっぱりね終わらないですよ終わらないなで先輩後輩は他にもいらっしゃるじゃないですかその人からしたら後輩は何人もおるし僕からしても先輩は何人もいますけど嫁姑はもう選べないしね一人しかなお願いしますよ婿さんお婿さん息息子子 これ大事やね母ちゃんこんなんまずかったんやったら送ってこんといてやんって息子は言うてくれんと改めてという感じじゃなくさらっとこうそこで親子の喧嘩カうが最初言い合いになって「あんたとこやったら食べるかな思ってただけやんか」って「なあ恵子さん」って言われた時もうそういう状況が生まれないようにそうですそこは。 グッとこれエントアカンの時はこれなかんのかねは、うんうん、い。イマセンさんも頑張れそうですね。京都からいただきましたリーちゃんさんが見つけたモンスターです2年ぶりに仲の良かった幼なじみの A ちゃんと遊びました、うん、A ちゃんは2年会わないうちに悪口モンスターへと変貌していました<ー>見た目も派手になり口調も下品になっていました、うんえー 最近メイクを覚えたらしく、うん、とにかく人の顔の文句ばかり言うのです、はあ、ツイッターなどで知り合いの顔を見つけては こいつ自分のこと可愛いって思ってるやろうけど全然不細工やし」とか、うん「この子彼氏とかいなさそうやんな顔がこれやし」とか、うん「デブやし目細いし豚バナやし、うん」など友達の顔をボロクソに言っています、うん、人間は見た目が全てじゃないやんと思いました、うんうん、しかもその顔の悪口たまに私にも当てはまっているので自分も悪口を言われているような気持ちになりました、うん、しかも こいつこんな画像を載せて JK らしさ出しとるけど全然羨ましくないわ。むしろ痛々しいわなど負け惜しみみたいな悪口ばかりで聞いているこっちが恥ずかしくなりました。うん、昔一緒に公園や川で遊んだりしていたあの A ちゃんはどこへ行ってしまったのでしょう。<ー>人ってこんなに変わるものなのと悲しくなりました。その2年でしょ。はい、何なんですか。何が原因なんですよね。そういう時って。 A ちゃんがそんなに変わってしまうなんてんまあこれ文面から多分高校生ですね JK って言ってるからまあその辺の時にポンって元あ本人 A ちゃん自身がねーーいやーそうでもないんじゃないですかね結局その2年の間にあの結局買やうよねってなったことがあったのどな,なるほどなか、ね、うふ、ん、うに何や言うて。 自分の中の経験でねで、はい、あそれはあったかもしれへんねんめっちゃ可愛い子に好きな子持っていかれたとかね持っていかれたとかっていう,うそういうものがずっと引きずってるのか新しくできた友達がそういう 仲仲間が、ね、仲間ががねね悪いとか、ね、面白かったらいいんですけどねちょっとその、うん、何やろ腐してそれもおもろい例えで腐す、うん、でも結局自私もやわとかなんかその、ね、うん文句言うけどおもろい人って後に引かないというかねただただその胸割るだけの文句しか言わん人っているじゃないですか。うん もうたたただだ距離いいいらんじゃなですかそうですねねちゃんとはもうそうそうそれに対してなんかさあそんなんなって言うのもそうそう言うのもなんやしもちろん乗っかっていって仲間になるのも確実まあ気になるのはわかるけどねえいちゃんのことがまあ反面教師としてまあそれかまあそんな喧嘩ならん程度に全部聞いてあ相づち 一言二言三言聞いたら誰が言うとんねん一言二言三言 <laughs> お前が言うなっていうのもちょこちょこっとこうノリぐらいの感じで冒険,冒険やったりすするるんですよ <laughs> 関係性にもよるからねんか <laughs> ほんまやって思ってくれたらいいんですけどね言うてくれて付き合うもうあんまり付き合う気ないんない まあ、あるなし関係ないかでもどっかで言ったってもいいような気もするんだけどね一回。う それかその子にじゃなくて、うん、もういや実は私の知り合いでこんなこと言うてきよるやつをってのも、うん、そいつ口開いたらな人の悪口しか言わへんにやんか、うん、的なあ,<ー>あなたに言うてるんじゃないけどあ,ーー、うん、あなたにも当てはまるよという遠回しにこうあの漫画「日本昔話」みたいなもんやね、うん、でそんなこと言ってた人には最後はこんなことになっ,たっ,なっちゃった、うん みんなそれ聞いてみんな嫌な気になって離れていってみたいなそれ聞いて A ちゃんは「いやそうやって私のことやん」っていうね思ってくれたらいいけどだから今後も仲良くしたいんやったらそれもするべきやけどもういいんちゃいますやったらもももうう距離置くなふふんんん言てて否定定肯せといね いやそのことに気づいてるリーちゃんは大丈夫ですリーちゃんはねリーちゃんは大丈夫だと思うちゃんと自分の持ってるから物差しをでもなもしそのさっき言った何かの体験がそう A ちゃんをさせてしまったんとしたらそのそこまで言ってあの何があったあんたに っていうね、うん、あ,もうあんな有効ちゃうかったやんっていう関係性やなやったら、うん、そこまで言ってあげるのはそれはいいかもしれないねこの二人の関係性が分かんないのであれですけどね、えー、確かにモンスターですな、うん、今のところこ文句ばっかり言うとたらもうどんどんブスになっていきますよあそうそそそううそう。<ー>何そういうことも言うたったよね今日ね、うん ええ、皆さんが街中で出会ったモンスター情報また来週もどんどんお寄せください以上街中モンスターハンターでした今日は久しぶりに洋楽をかけたいと思います、はい、イーグルスならずものデスパレード山本社交クラブ、はい、さあ今週はどんなの来てますかねはい。今週はですね、うん、ハワイから続報が早くも,早くも 参りましたのでいいな,あいいなあもうこれから行かせていただきますぜひよろしくお願いいたします、はい、リリーイパンケーキさん、うん、まずは前回の軽いおさらいですが、はい、ハワイにお住まいの47歳の女性なんですが <laughs> きっとスタイルがとてもいいらしく、うん、30代前半の気になる男性がいました。その方の方から、うん、何かエクササイズしてるの、うん、いい体してるね、うん、と言って 下半身を押しし付けてきたた事件がありま次の日スマホを見せられたらまずは腹筋の写真そしてだんだん下の方に行った写真を見せられたら規格外のサイズだった規格外はいでトイレに連れ込まれましたが寸前のところでストップというお話となりまして早くも速報が参りました。はい えー、なかなかチャーミングなんでしょうと言ってもらえてとても嬉しかったですがミランダカーニはほど遠いので写真は遠慮させていただきました、ね、見たかったのにねで続報です月曜日会社の駐車場に車を停めるとその彼が待っていました、はい、月曜の朝からエロトークはきついなと身構えながら、うん、おはようと言うと金曜日はごめんねどうかしてた 僕は本当にバカだもう絶対あんななこととししししいいから許て言われましたうん、うん、予想外の展開にこれ以上エスカレートしなくてよかったと思う気持ちとちょっと残念な気持ちが入り交じりながら「大丈夫よ心配しないで」とだけ言って時間もなかったので立ち去りました。うんうんはい でも急に勝手に終わりを告げられて心にぽっかり穴が開いたというか私は少し傷つきました、うん、だから積極的にいろんな部署の人と話をして冗談を言って笑ったりしてその気持ちを紛らわしていました、うん、そして水曜日仕事が終わって帰り自宅をしていると彼の同僚がやってきました、うん、彼の元気がないのでどうしたのか聞いてみたそうです、うん、すると私のことが好きすぎて気が狂いそうだ でもお互い家庭もあるし私に迷惑をかけたくないから身を引くしかない、うん、でも他の男性社員と私が楽しそうに話しているのを見ると辛くて仕方がないと、うん、涙を浮かべながら話していたそうです <laughs> 木曜金曜と彼は仕事を休みました、うん、そんなに思ってくださってありがたい気持ちでいっぱいですが、うん、私は主人と離婚して彼と一緒になる気はもうとはありません私はどうすればいいのでしょうか 変に声をかけたりせずそっとしておいた方が彼の気持ちも落ち着くでしょうかうそれともあら両方ですが私の実年齢を言ってドン引きさせる手もあります会社の人たちは私はまだ30代と思っているようですうできればこの手段は使いたくありませんまあそりゃそうだねはいそうやなまず送ってよ <laughs> ね、どんな人なんかうもうねそんな夢中になるちゅ <laughs> うかその <laughs> 下半身押し付けて、うん、でねその画像を見してきたのにへこむほんまにこれ思うんやけど、うん、その同僚を使ってんのやろあ<ー>なるほど。 うん、ちょっと凹んでると、そう、もうその作戦やったら、ね、だって。手を変えしなおかえの、今しなおかえや。だから第二弾として、そのまあ攻撃してきてんねんけど。うん、なんとなく、すっち言うたように、うん、そんなやつが。ね、涙浮かべて。うん 凹んでしまって、そうや、だってそんなピュアな子が見せます。<ー><さ>まずね、うん、ねまず見せないし押し付けないでしょ。押し、はい、押し付けたこと時点でもう大事件ですよこれ。うん、そや。なんかそれ一番最初になんかジャブぐらいになってますけど。お前。<laughs> いやそれもう電車中やったらもう痴漢ですからね。そうですジャブどころかって話ですよ。ねえ。うん。いやだから。 それしてオッケーなんだろうお前はぐらいの感じで来てた男ですよ、うん、でこれ見せたらちょっとホイホイ来るだろうというので画像見せてるんでしょそうですねほんで挙げ句の果てにトイレにガーッと行って、うん、ほんで逃げられたわけ逃げられたわけ泣く？<laughs> そうですねあか,んあかんなこいつ、うん、もしかしたらですけど、うん、ちょっとこの男はこんなこと言ってもこの男 女性は来るだろうと食いついてくるだろうと押し付けてで画像を見せたらほんでよっしゃ行けそうやなと思ってトイレに連れ込んだものの「ちょっと待てよこれ騒がれたらこんなセクハラを受けましたよ」って言われたらまずいからすごくピュアな恋愛に今から切り替えていってんちゃうかなっていう気もするねだからやっぱり同僚使ってるんですよ。うん 同僚の気持ちで来たんじゃないよこれ。あくまでもそのピュアな恋の延長線上で暴走があったというふうにもなんか言われた時のためにやってんちゃうかな。なるほど。そうね。だからもう乗っちゃダメですよ。これはあかんわ。まあまだねお互い独身ならあれですけどどっちもね。 結婚してるし、ここで抑えとかんとだからちょっとなんか残念な気持ちもないだけって言ってるけど、もうそんなやめたほうがいいですよ。ちょっと今回はね。そうそうそう。ほんでまあまあその感じやったら多分また他の人来ると思うしね。うん。そんだけ魅力的なリリコイパンケーキさんにでしょ。はそうそれはもう。でそんな中でも上品なそんなもう。 そうなんですよあのムード作りねそう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 大歓迎ダサつすぎるわその間のプロセス全部すっ飛ばしてであげくすっ飛ばしてあかんかったくせに違う作戦に切り替えるっちゃなそんなそんなやつあかんもしかしたらでもその脳裏に焼き付いてんのかな何が何もしかしたらそのが何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 が それがもう企画ないやったらそんなに思わなかったのかもしれないリリー来あかん <laughs> そんなもし焼き付いてたとしてもそれはもう消去しましょう今いやでも男でもあるじゃないですか何がいやあいつめちゃくちゃやったな <laughs>、うん、もうなんかもうなあ、うん、やめとってよかったんちゃう、うん、でもめちゃめちゃ父でかかったよなっていう話はよくありますよ後悔するで。はい <laughs> これは後悔すると思う。もうちょっと、場所が遠いではちょっとっていうだけだったのに。怒られたよ、多分同僚にも。ああ。お前、そんなやり方間違ってるよ。ちょっとムードを大切にしなきゃみたいな。俺に任せとけ、みたいな。一回ちょっとピュアな感じで行ってみよう。そうそう。もう、遊んどるやないか、それ、女心。ね。まあ、企画外はちょっと。残ってるでしょうね。企画外って言われたうね。 まあ、ただ、またこの話になると、先週の練り直しになってしまいますけど。企画外も、あかんと思うよ。そう、そう、そう、そう。結局ね。結局は。そう、そう、そう。持てないもん。そうなんです。の、あの、日本のね、家に、その海外の、その。海外サイズの、こう、家具。合わない。シャンデリアとかね。合わない。合わないでしょ 結局それ、そうそう、うん、やっぱそこを大切にしてほしい。そう、お椀、綺麗なね、もうお椀にね、パスタポン掘り込んでも。あ、合わない、合わない、だめ、それは。だめ、ということですよ。なるほど。企画、ないを探しましょう。合うように作ったんねんから。はい。まあまあ、これでしばらく置いて、またこの彼がどう出てくる。この彼は。絶対またなんか。なんか言ってきました。ちょこ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 してくるわ、これ。 <な>はい、うん、引いてダメやったらまた押してくるかもしれないですねでもそれ気ぃつけなあかんよ、うん、もう今度こそなるほどねだからこの女性がうまいことも逆にコントロールする側になったらうん、うんうん、いいかうんでもこの手の男とあんま関わりあん方がええよ、ねうん、まああままねずなんでとっとんねん画像を。<laughs> そこや見せる以前になんで撮っとんのだから自慢だったわけですよこの男からするとどこに腹立ててんねんいやなんか撮ってると思ったらなんかね撮ってねでそれを武器にせるわけですよ見せるっていう最悪やね最悪ですわそれ最初のアクションとしてはもう大間違いやもん腹筋から始まって腹筋から始まって努力は認めるけど 次また来るやろな。そうですね。次の展開がまたねありそうですね。どういう出方で来るんやろ。それにしても四十七歳。どんな人なんやろ。遠い送ってきてくれると思ったわ。まだ私たちは希望を捨てていませんので。そうですね。はい。ラジオですから。ぜひ。でもハワイやんな。どんな生活なんやろか。ね なんかもうものすごいピチピチの T シャツに短パンのイメージですけどねもうちょっとそれは行ってみたいハワイそれが日常なんですもんねそれが日常やねいつも常夏ですから最高やん大阪駅そんなんいてへん歩いてへんね歩いてたら怖いわうん 次行きましょうか行きましょう、えー、匿名希望の36歳既婚男性さんです現在気になる人がいます、うん、それも一人じゃなく二人です二、うん、人とも知り合いというか子供の習い事つながりです一<う>人とはかなり踏み込んだ関係になりつつあるのですが、うん、もう一人の彼女にはなかなか踏み込めません、うん そんな中先日仕事の合間にランチデートをした時に勢いでようやく手をつないでしまいました、うん、こちらは既婚向こうには付き合っている人がいるとのこと、うん、嫌われるかなと思ったんですけど1週間も経たないうちに晩ご飯に誘い昨晩会いました、うん、お酒も入り楽しく喋って雰囲気も悪くなかったのですが何もせずに帰りましたほんまは中ぐらいまではと思っていたのですが、うん 帰ってから今に至るまでめちゃくちゃ後悔していますやはり我慢せずに行けばよかったのかなとでも簡単に手が出せない人ほど魅力があるんですよね、うんうん 人のたくさんいる商業施設のエスカレーターでチュをしたことがありますそれはもう一人の方の彼女ですリ、うん、ープではないですけど、うん、彼女の方からマフラーで引き寄せてチュっとしましたなんやねん終わりなんやねんこの <laughs> すごい自慢起こってきましたね自慢話やんか来ましたねモテモテやなモテモテやなモテモテ王なんでしょうきっとモテ王ですね どういうと欲しいんやろう。相談ではなかったですね。はい、自慢を伺いました。いや、でも嬉しいやろな。そうな、楽しんでんだよね、なんかそういうシーン。そうですよ。ね。向こうからマフラー。なんやね。それエスカレーターで。ね危ないで、エスカレーターの。そうですね。巻き込まれたえらいことになりますよ、マフラーね。三十六歳。三十六歳。 子供の習い事のとこな、なんやろな、習い事ってでしょう。サッカー、野球、ピアノ。ね。あかんで、そんなことばっかり頭の中締めてたら。ね、あまり近いところはね。ややこしいですよ。<う>あほんまやな。うん。エリアやんか、いた、すんでん。エリアですよ。あらいいわ、はほんで。いや、二人の、パンパンと、その。結果だけ言われても。<laughs> そうやね。その。一人ずつ、ちゃんと、その、同出会い。 ねうん、お互いの心がどう動き、うんうん、ほんでいろんなことがあってでもうもう別れましょうみたいなエスカレーターで彼女がこうマフラーをグッと引っ張ってとかっていうその流れが欲しいのに何をポンポン <laughs> 4コマ漫画やらへんねんから。<laughs> ほんまやなちょっとあの聞いててねあの感情移入がこっちでできないんですよだってもう一人の方となんか「チューした」っていきなりの場面転換で <laughs> 全然相手変わってんねやね変わってしもてるし単なる報告になっちゃうんですよね。ねまああのー 投稿してくれて、その人に文句言うのもあるやけれど。まあ、でも、でもね、その、できれば、その、一人ずつをちゃんと掘り下げてほしい。んですよ掘り下げていただければ、その、ただの自慢に聞こえないんですよ。どういうドラマがあったかを知りたいのに。このコーナーは、そういうコーナー。なそうですよ。結果、この人とこうなりましただけでは。うん。もっとこうなんやろな、あの、ひ、こう、心のひだの内側の裏側の部分を、こう。描写して。うん。なに。 カリり好きになって、まあ奥さんも含め三人子絡んできている。三、うん、人絡んでんねんから。なかあのその辺りのなんていうんですか、うん、悩みというか、うん、どうしてもどっちも忘れられない、うん、的なことも割とこう軽めに感じられない、ね。感、うん、じられないんですよ、うん、あのそこちょっとちゃんとしてもらってね。うん、また送り直して。<laughs> ね。うん。 かっこいい人なんやろな。モテ親絶対。どっちか言ったら、僕はそのマフラー引き寄せの、ちょっとドラマが聞きたいですよね。なぜそうな。なぜそうなったんだという。うん。多分本音、今の二人は初めてじゃないよね。そういう経験。そうでしょうね。出会いとか。今までもあったんじゃない。いろいろ、いろいろある中、今はこの二人。現在進行形が。 だから一回一回の出会いとか、うん、そういうなんかそのプロセスって、うん、あんまりそのこのモテ男さんは、うん、なんか邪魔くさいんちゃますそこまで言うの僕らに。<laughs> そうか <laughs> モテるんかモテれますよ絶対。こんなもん100年に1回しか出会いがないような感じやったらね、うん、もっとその悶々<ー>としてるところをこう。うん 炙り出してきますよどうせモテるんやったらもう100人隊員でモテてもらわないとモテる話なんかこんなつまらんもんないんですからこの人もここまでもうケチョンケチョンに言われて、ね、いやあのこの方のことを思ってですよ、うんうん、でやっぱり一人一人の女性のそのドラマを大切にしていただきたいという意味を込めてね、うん、あのそれが態度に出ますからねこれ この女性とはどう出会ったんだろうかっていう振り返ることでまたね深みが増すと思わ、うんで <laughs> <laughs> ほっとってくれやと思ってるかもしれない <laughs> なんでお前にそこまで言われなあかんねんと悔しけりゃモテてみいと思われてるかもしれませんかんね,ねえ思うもう知りませんけれども僕たちもやっぱりねうんもっとこう聞きたいじゃないですかどうせだったら。 そうだか,らなんかその一行一行で僕らはうわーってこうねそうが欲しいって <laughs>、うん、感じたよね、うん、分かる分かるって言いたいんですよ、うん、あの我がことのようにでしょうそ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 う、うん、これでもそう裏返してみるとすごいですよねなんかあ「いい感じやなご飯行かへん行こうかチュ」ぐらいの毎回そんな感じでポン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 こうライトな感じで。うんライトな うんね。それはそれですごいことですよね。ほんまにこういうのってばち当たるの。いやいや、こういう人ねバチ当たらへんのですよ。え？ずきとはもうあないなって言ってもあの置いていかれた方はもうしゃあないなって言って。あんた絡め取られてるやん。そう絡め取れる。どういうもんなんかな。いやもおるんでしょうねこういうスマート男は。スマートで。ライト感覚がいいかもわかるよね。生まれ変わる？俺たちも。 いやいやた,ただの軽いおっさんですってモテへん軽いおっさんってもうみんなパッパッパあ。勉強になりますさこっちもんんこれからも増やしていくんでしょそういう、ね、お子さんの、ね、その習い事は、うん、まあ上達せえへんのもん なでそんな感じ申し訳ないですけどね。冗談しません。そんな感じでは言ってちゃ。あはね親もね見入れて見守らんことには。だから今度から子供の習い事を先でそうやって声かけたりするのは禁止じゃん。そこやめましょう。そこやめなさい。じゃあ職場とか。 職場とか電車の中とか、うん、電車乗ってるんやし、そこ行か、そこで行,行かんねそうなそんなとお手伝いさんかん。ね、近すぎますよやっぱりね、うん。近いところはやめてください。これは家族のためにも。はい、えー、おこごと言って今日の山本社交クラブは締めたいと思います。<laughs> 以上山本社交クラブでした。はい、ピカイチ価値観調査これどうやね。よいしょ。<う>ありがとうございます。ありがとうございます。 では早速1つ目、はい、1> 神戸市のお茶しましょうさんのドヤネンです、うん、先日親友夫婦の妻の方から電話がありました、うん、親友が浮気をしたというのです<ー>、うん、相手は息子が卒園した保育園の保育士さんお,<ー>かっこおかずクラブのオカリナさんに <laughs> その妻曰く 自分より若くて美人なら笑って許せるけど年、うん、もあまり変わらない見た目では勝ってる相手だとショックで許せないというのですモテたことがない僕はえ、ショックなんそこ浮気自体ちゃうのと思いました、うん、そこで質問です、うん、自分のパートナーが浮気した時にショックなのはどっち、うん、A、自分よりも美人もしくは男前、うん、B、自分よりもブサイク、うん どっちがショックでしょうか。はい、決めました。せー、のー、ビ僕だけ。えっと山宏さんは自分より男前。私たちは自分より不細い。不細い。はい。いやいやまあこれは社内話ってちょっと思えるんですよね。めっちゃ綺麗な人とかめっちゃ男前だったらあそれクラッと行くわなそうそうそう。こここ行く。 ここ行くってことはもう精神的なつながりもだいぶ深いんちゃうのここ行くっていうのはねありますね。確かにねそれはまあ一般的にようそ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 うあのまあまあこれ行ってまうかっていうのやったらまあまだちょっと許せるというか。 なるほどそういう意見は確かにその通りだと思うんですけど僕は A をげましたよ結局お前はそういうんか見た目の良さに惹かれてもう体の力が抜けてしまったのかと。なんじゃお前と。そういうことで預けたの体をっていうね悔しさがね一つ残っちゃうのよ。 僕はそれもわかるな BB やったらなんかそいつも頑張ったんかな確かに A は、うん、この先この調子やったら何回もあるなと思っちゃうし男前やきれいなん着たままあ、もうフラフラ生きよるやろなでも B の場合はこれでバンと終わっても この後まだこいつと続くんちゃうかというその嫌だなっていうのはあるんですよね確かにその意見はその通りなんですけど A の場合は簡単に捨てられるっていうことがあるわけでしょうう自分がですかいや違う違うああむ相手にね相手に奥さんの浮気相手に奥さんが捨てられるお前そんなんで顔で言って、うん、ほろほろほろって体預けたわ 一で捨てられんねんでという悔しさね捨てられるもん絶対そう言っちまた次いくねんえわさっきのねさっきのさっきのあの「そんなそんなものにお前は引っかかってしまったのか」という悔しさが湧いてきましたそうか。 結論は出ません,がません、ね、許さないとした時にどっちが嫌な、まあ、許すのか許さないのかによっても変わってくるよね。じゃあ別れますかってなった時にうん,、うん、なんかじゃあ別れへんけども別れへんけどもこれでも,もっとこじれて。 こっちが別れる別れへんなった時に、うん、なんか男前もしくはめっちゃ綺麗な人に取られるのと不細工に取られるのとでは私ぱ不細工に取られる方が悔しいと思う、うん、あそうですか、はい、確か確に僕はそこはだから真逆なんですねきっと。<laughs> <ー>はそのまあでも取られるって言ってもそんな取られてそのまんまこの。 A みたいな男前がそんな終わるわけがない、うん、きっとまたお前捨てられるのにってなったらむちゃくちゃにしやがってってなるわけですよ。うん、はあ<ー>。で B の場合は見た目じゃなくって例えばその人の仕事ぶりとか話をする中で、うん。A の場合はお前アホやな騙されて B はもう自分もぐっと入って持てるやん。うん、でもさ、うん、入ってしまうだけのなんか。うん 僕自身にも理由があったんかなって思うやん <laughs> そこまでそこままで考えますそ,その状況の中で B さんと知り合って「うん、いや B ってお前,お前選んだあれ?」って「俺よりハゲ取るやんけ」みたいな B やのに <laughs> でもその B に行ったにはそれなりのやっぱり理由があったんかなって思ったら<ー>それはまあしょうがないなっていう。自分が 足りなかった部分があったんだなと A の場合は、うん、もうそれだけで「お前こいつ勝負しよったやで」って「何<あ>でお前それが分からんねん」っていう、うん、ただただもう軽くファッと言ってもうたただただ、うん、そうか身も心も身も心もそういうのに引かれて、うん、って全身の力が抜けたってそんな悔しいことないやん、うん、まあでも僕「なんでやねん」っていうのでかいからな「なんでそこ行くねん」うん「なんで B やねん」と。うん じゃあ、俺みたいなハゲてる人間はそういうふうに思われるわけやんな。なんでアイツイやねんってはい思われますよ。本当あんなハゲかなごめんってなるわけやん俺は B か。やろなでもほんまにうんなんか。 そこ行くっていうその悔しさというか。そうか。なるほどな。うん。うん、なんか自分を否定されたような気が好きとしますよね。うん、そうそう,そう。そうなん。うん。人格をね。<や>人格として、ね。それはちゃうと思うけどな。男前にファット行かれた方が、ああ、うかみたいな。うん、諦めがつく。うん、えー、そ,うそ,うそう。あなたの浮気はちょっと、だから、自分の中で軽い浮気やね。 って思いたいたそういう比較をしてる人じゃないと思ってたっていう僕は思いたいねうん見た目の比較を、うんうん、だから俺とも結婚したんやろうし、うん、その今回今回 B を選んだのもそうんか理由があったんやねっていう、うんうん、浮気するには浮気するなりの良さがあったんでしょうと。 やった、いくんかい、これからも、ほいほいみたいな、ういう。悔しさ。深いな、深いなこれ。今日のこれ、どうやね、えらい深くなりましたね、深い。これは深いですね。どうやら、この一本で、終わってしまいそうな、感じですよね。残り時間を考えたときに。まあ、考え方やね、ここは。 だからあのうちで言うとあの細川文江さんのビデオが何気なく置いてあったことがあってそれを笑えるんですよ私と全然違うから。うんはい、<laughs> やっぱこっっちが良かったんって言う本人に言えますけどもしそうじゃない同じようになんか貧弱な人のビデオを見てたらそれ,それはすごいショックやどっちの方がショックやと。 またえらい例を持ち出してきたもんやな笑える笑えないで言うとやっぱ全然違う方の方が笑えるな全然違う方がああめっちゃ綺麗な人言ってくれた方が笑えると思う、うん、リアルなんはねうんえでも俺めっちゃええ男に行かれるの嫌やわ <laughs> まあそれはどっちも嫌ですよ どっちも嫌なんですけど結局どっちも嫌なんですねどっちも嫌なんだけど、うん、ちょっと自分に言い訳がつく方を、うん、僕は選んだというか。言い訳つくんやったらあの人は見た目はあんたよりハゲてるけど、うん、でもこんなええところがあってんっていうこの時にこんな状況やってんっていうのがあったら、うん、そうかそうかその時俺は全然顧みずになあ <laughs> いたもんなって罪がどっちが重いか軽いかやなうんそうどっちも重いどっちも重いんだ結局ねけどそのうちのどっちかやなうんうん計画的なのかうんもしくはもう突発的になのかというのもちょっと僕は思っちゃうんですよ 塩パン食いながら考えます。<laughs> 塩舐めながら、ね。これ答え出えへんかもしれんな。ーーまた来週。はい<週>。あ、どうもお疲,お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日も無事放送が終わりまして、最後の最後で意見が分かれましたですね。価値観クイズ。うん、そうですね。うん 難しいとこですすこれは難しいででねもやっぱりリアルなのは嫌リアルなのは嫌ですよね B もリアル B がリアルやから嫌ってえその女それ A が嫌なんだ例えばメールだの LINE だのやり取りが出てきた時にすごく軽い気がするんですよね「今度ご飯行きましょうよ」ってイケメンに誘われたねえすごい美女に誘われたで「あ行く行く!」と。 でその上で気ぃ付いたらこうなってしまったやけど B はほんまにもうゆったりとこういろんな話をした上でお互いを分かった上でお互いの立場もちゃんと喋っててそれでいてそうなってまうっていやこれかけた時間も多分ちゃうと思うんですすすよよ絶対ちゃいいいま A なんかも短短ですよ。 ね、だからほんまに山広さんはその軽くポンと行かれたのが腹立つ僕そこ腹立つねんなご飯行ったり付き合ったりするのはいいですよ、うん、いろんな付き合いがあるから、うん、だからそこ行くねんけどその一線っていうのは B さんと時間をかけてその時のこう夫婦間の問題とか、うん、いろんな総合的に鑑みてい でしまったといいうこの浮気の場合は罪悪感が強いんでなんかショック度合いはやっぱ B やと思うんですよね。ポンと例えば泥棒に入られましたあの机の上にたまたま置いてたあの現金なのかえアクセサリーなのか時計なのかをファッと持っていかれた「うわクソ!」じゃなくてもういろいろ喋って「通帳から何から」 全て,もう全てを知ったのを全部ゴボー持っていかれたようなその場合は嫌ですよゴボ、うん、っとれなんか深いのが嫌うんでもね、うん、その深い状況を作ってるのは自分っていう場合はあんねんて <laughs> そこまで <laughs> <laughs> それを。 <laughs> それをさせたのは、まあ、私っていうのがあった場合に、自分も責めるんやけど、A の場合はね、軽くほんまにね、つまみ食いみたいな感じでね、俺の嫁をつまみ食いしていきよったっていう怒りはね、あるんですよ。永遠に、だから僕は A とは相い入れないんです。生まれ変わっても A にはなれないし、A は A のライバルなんで だからこれ A はどっかで活躍するやるけど、うん、その活躍の場をこっちの間で広げてきたっていう、うん、そこに踏み入れられたという怒りが A にはあるんですよね、うん、いや僕はもうこれはもう多分変わらないですね、うん、僕も変わらないですね、うん、これちょっと聞きたいな皆さんどう思われるかねいや絶対そりゃそっちの方が多いですよ <laughs> 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 僕はそういうところをなんで僕考えすぎなところがあるんでうかもうだからこれはいや俺の方が圧倒的にという意味じゃないですよ全然そのも分かりますよそれはそれは嫌ですよ B は、うん、B にもやられるのって嫌、うん、や,やけど、うん、これ A は許されへんねん俺はん、うん、いろいろ聞いた上で話し合った上であとでこいつぶん殴ってやりたいなっていうのを A や A ですね僕 A ですね B は殴れないかもしれないですね話し第ではうんじゃあ相手と話するってなるとそうですけどパートナーと話をした時のショックで言うと B かなそうだったらねんかね相手に関してはもう A もう A はもうほんま K 全部抜いてあげたい抜いてあげる過去の あの恋愛話を聞いた時に、うん、ちょっと嫌だなっていうのを僕,僕 B だと思うんですよね深かった人っていう <laughs> めっちゃかっこいい子とこうとこうこうでこうなんで、うん、まあ,あの半年で分かれてんけど「うん、へえまあイケメンな」みたいな、うん、でもなんかすごい見た目はそんなやってんけどめちゃめちゃこう話も合ってみたいなのを聞いた時はもうそれなんで 聞かされなあかんのっていう気にもなるし、うん、でも人を好きになって付き合うっていうのは、うん、そこまであ、えー、ってのことやっていう部分もあるじゃないですか、うんうん、だから好きになって付き合ってるだからもうショックなんですよ、まあ、全部持ってかれてるそういう場合はもう聞かさんといてくれたらいいんですけどね、うん、黙ってたらいいそ,そういう恋愛してる人は言わないですよ、うん、今。 スッチーと結婚したり付き合ってたとしても前のことはそんな言わないですよ、うん、これ言うよこの出会いは <laughs> もう軽いイケメンが大嫌いなんです要するに要するに軽いイケメンだけは絶対許されへんいつかハゲろと <laughs> いつかハゲろそしてハゲてから勝負しに行こい <laughs> 同じ土俵で <laughs> こっちだって植えるしかないわけやから ハゲのジャンルやったら負けへんどうハゲ最強最強と、ね、<laughs> まあでもハゲランクの中では上位ですからねああそれ同級生の僕のゲイが言ってたハハハハハハ 芸仲間でそういう話が出てるって,言って僕の同級生が言ってたあの山広ハ萩野の中でだいぶ上位に来て <laughs> <laughs> 素晴らしい <laughs> では帰りましょう <laughs> はい悩みながら帰るなどうもお疲れ様でしたお疲れ様でした